1分で読書。今回の学びは、幸せを呼ぶヒマラヤ大聖者108の言葉。お金持ちになりたい、偉くなりたい、それは砂で作ったお城。あなたの正しさと相手の正しさは違う。育ち方も感じ方も優先順位も違う。まあいいかと余裕を持ち、怒りのエネルギーの解放を見届けていく。今思い切って何十秒か笑ってみる。気づきのない感覚の喜びはもっともっとと求める。執着しバランスを崩す。怒らせてくれた相手に感謝する。心が動いた時、ああこれがエゴなんだなと突き放してみる。すべてに感謝を持って行動できると好き嫌いがなくなっていく。嫌なことがあった時はすかさずありがとうございます。あなたが代表になって愛のお裾分けをしていく。あなたの外側にではなく内側に素晴らしい宝があります。今回もご視聴ありがとうございました。